かすみちゃん、ずっと宅配ピザのメニュー見てるね。だって楽しみなんだもん。あ、そうだ、超豪華なピザ頼んだら、それもおたえとアリサへのサプライズになるんじゃない？あはは、確かにそうかもね。でもその話はまた後でね。はい、それよりまずはお揃いのアクセサリー、何にするか考えないとだもんね。どんなアクセサリーがいいかな。二人とも何かいい案ある？やっぱり定番はヘアアクセとかだよね。シュシュとかリボンとか作るのもそんなに難しくないだろうし、どうかな。気軽に使えて素敵だと思う。あ、けどそういえばこの前イブちゃんの CM 撮影の時、みんなでヘアアクセ作ったよ。確かにそういえばそんな話してたね。アリサも一緒にいたからまた同じになっちゃうかも。そっか、せっかくなのにそれももったいないよね。それじゃあ別のにしようか。あ、私はアクセサリーにスペースのオーディション合格1周年って意味も込めたいな。だよね、それすっごい大事。お揃いのアクセサリーってだけじゃなくて、1年前のオーディション合格を記念したものにしないと。うん、スペースのラストライブに出れたのはオーディションに合格したからだもん。そうそう、だから見ればいつでもあの日のライブを思い出せる、そんなアクセサリーがいいな。今改めて思うと一生忘れることができないすごいライブだったよね。グリグリにロゼリアにチスパ、私たちみんなと一緒にライブしてたんだもん。私ちゃんと覚えてるよ、あの時のユリ先輩すっごいかっこよかったよね。お姉ちゃん、あ、ごめん、リミリー。うん、そういう意味じゃないの。確かにちょっぴり寂しいけど、懐かしいなって思っただけだから。あ、そうだ、ライブの日の写真みんなで見てみない？あの日結構スマホで撮ったんだ。それを見ればあの時のこともっとしっかり思い出せるかも。え、本当？見せて見せて。1年前だからこのあたり。あ、見つけたよ。ああ、この写真ライブが終わった後に楽屋で撮ったやつだ。懐かしい。いろんなグループの人たちと撮ったよね。あの時のことが蘇ってくる感じするな。あ、見て見て、これグリグリとポピパで撮ったやつだよ。この時の私たちの衣装も懐かしいね。お姉ちゃんたちの衣装もとっても可愛いな。このリストバンドとかグリグリのみんなお揃いなんだよね。ライブの時はいつもつけてた気がするな。お、ん？どうしたの、リミリン？1周年記念のアクセサリーリストバンドにしない？グリグリと同じようにポピパでお揃いのデザイン、これならリストバンドを見るたびにこの日のライブのことも思い出せる気がするよ。リミリン、それいいよ、絶対そうしようよ。演奏の邪魔にもならないしね。どうせなら普段使いもできそうな可愛いやつにしよっか。うんうん、私もそう思った。もうリストバンド以外考えられなくなっちゃった。ありがとう、かすみちゃん。それとお姉ちゃんにもありがとうかな。じゃあ早速デザインを考えていこう。私たちポピパだけのリストバンド作るぞ。
じ。あ、ごめんなさい、ずっとスマホ見てて気づかなくて。今お姉ちゃんに送る写真を選んでたんです。この前スペースラストライブのオーディションに受かった日からちょうど1周年だったんです。その記念にポビパでパーティーをしたので、みんなで撮った写真を送ろうと思って。はい、パーティーはすっごく楽しかったです。みんなでお菓子食べたり、1年前のことをお話しして盛り上がったり、なんだか1年前の興奮が戻ってきたみたいな、そんな感覚でした。サーヤちゃんとカスミちゃんと一緒にサプライズを用意してたんですけど、アリサちゃんとオタエちゃんも別のサプライズを用意してくれてて、お互いにサプライズを用意してたってことがなんだか嬉しくって、みんな同じこと考えてたんだなって。あ、そうだ、よかったら写真見てください。お姉ちゃんに送る写真を選びたくって。あ、こっちの写真はおたえちゃんとアリサちゃんが用意してくれたサプライズです。スペースラストライブの映像を探してきてくれて、それをみんなで見たんですよ。蔵の壁に映画みたいに映してくれて、すごい迫力でした。わ、その写真、それに写ってるリストバンドが私たちが用意したサプライズです。みんなでお揃いなんですよ。どんなアクセサリーにするかはサイヤちゃんとカスミちゃんと一緒に考えたんですけど、このリストバンドのアイディアはお姉ちゃんたちからヒントをもらったんです。1年前のラストライブでグリグリがつけてたお揃いのリストバンド、1周年の記念としてもちょうどいいねって。だからお姉ちゃんにもこの写真を見てもらいたいんです。考えてみると、お姉ちゃんの影響を素直に受け取れるようになったのってポピパのみんながいたからだと思うんです。このリストバンドをみんなのサプライズにしようって素直に思えたのもやっぱりみんなのおかげなんです。このリストバンドもポピパのみんなもずーっと私の宝物です。あ、やっぱりこの写真がいいと思いますか？私もお姉ちゃんに送る写真はこれにしようかなって考えてたので、じゃあこの写真をつけて、あ、メッセージはなんて入れよう、考えてなかった。もうちょっと考えないと、なので帰りながらゆっくり考えます。写真一緒に選んでくれてありがとうございました。それじゃあ失礼します。